光太郎さん。俺は納得しねえぞ。さよたん、俺は決めたんだ。さよたんを助ける。絶対に諦めない。光太郎さん、あなたって人はさよたん。しまった。この代わりに来てくれたのか。サンキュー、カガチ。でも、ここから俺一人でやるよ。休んでな。サヨタン、さっきも言ったけど、俺は諦めない。月子も諦めるなって言うつもりで、カガチをよこしたんだ。みんなも多分、そういうに決まってる。俺はあんたを取り戻す。俺が今サヨを解放してやる。どうしてそんなにもしてくれるのですか。私はもう。バカ野郎、俺は小夜太を助ける。決めたんだ。決めたらもう動かねえ。俺はバカだからな。光太郎さん、あなたは本当にバカなんですね。お別れです、光太郎さん。光太郎さん。分かっています。でもあなたを抱きしめたい、愛されたい、そう望む私は誰にも止められません。あなたのせいです、光太郎さん。あなたは私を、ザサイさんを、どうしようもなく恋させてしまった。それでもな。俺にはあんたが必要なんだ。なんと嬉しい言葉でしょう。さよはその言葉だけで無限の苦痛にも耐えていくことができますけれども、この身は汚れてしまいました。光の神であるあなたにはいずれふさわしくありません。文子さんも姉さんも月子さんも、たくさんあなたを思ってくれる人がいます。その人たちを殺してこの世を滅ぼすか、あなたに殺されるか、私の望みは二つに一つ。だったら俺は第三の選択肢を選ぶ。サヨタンを助けてみんなで幸せになる。覚悟しろ、サヨタンを操る悪党め。謝ったって絶対許さねえ。死にたくなくば戦いなさい。
術とは縛ること、くくること。愛しい人を我がものとするために糸を紡いで大地につなぐこと。一緒になりましょう、光太郎さん。やめろ、サヨタン。月が満ちる。情けないわね、光太郎。そんなざまじゃバカ巫女を助けるどころか、あなたが墓石の下になってしまうわよ。フミコさん、すまねえ、助けに来てくれたのか。違うわ、いい機会だからサヨを殺しにね。大義名分が向こうから来るなんて、この世も捨てたものじゃないわ。待てよ、サヨタンはまだ。なんとかなると思うなら急ぐことね。私はサヨより光太郎を選ぶ、それだけよ。じゃあもうちょっとそこで待っててくれ。サヨタンを連れて一緒に屋敷に戻るからさ。長くは待たないわよ。なあ、行ってくるぜ。サヨ。光太郎さん、サヨタン。サヨタン、もしかして城全体が崩れ出してんのか。やばい、早く脱出しねえと。まったく、エスコートも楽じゃねえな。迎えに来たわよ、光太郎。光太郎さん、ここはもう危ないです。大丈夫だったんだな、そっちも。おっと、あんまり話し込む雰囲気じゃなさそうだぞ。今は脱出するのが先決です。このままだとぺしゃんこよ。無駄話の時間はないわ。オッケー、じゃあ話は後だ。カカチ、行くぞ。どうやら道案内してくれるみたいだな。
後ろは引き受けます。小太郎さん、先へ。外に出るまでは彼の先導で良さそうね。その後はミュンヒハウゼンが誘導してくれるわ。行きましょう。頼むぜ、カガチ。さんが何か言ってるぞ。スキコ、お前何する気だ。いいから走る。わかったよ。今日は死ぬ、月が死ぬ日。でもそれは逆に言えば月が生まれる日。私に力を貸しなさい。くれるわね、あの娘。これは確かに高太郎さんの妹さんですね。てえ、月子のやつ無茶しやがる。だいたいお前待ってるって言ってたんじゃないのか。でも来なかったら危なかったんじゃないかな。こう見送った後で悪い予感がしたのよね。案の定だったわ。あら、これはもう限界ね。行くわよ。まさか街中でここまでの数を展開してくるとは思わなかったぜ。連中が重火器を持ち出してこないのがせめてもの救いか。諦めちゃいけないのよ。当然、俺はローゼンキャバリエだ。胸に正義、後ろに美少女を守る限り、諦めるなんて文字は俺の辞書にはない。それは夜が暗ければ暗いほど、闇が深ければ深いほど、高校と照らす一条の光。悲しみが深ければ深いほど、心が痛めば痛むほど、燦然と輝く一条の光。
その心は闇を払う銀の剣。その涙は闇を払う金の翼。乱戦に持ち込めば、そうそう発砲もできないだろう。実戦経験の差を見せてやるよ。クソ、貴様ら本当に人間なのか。遅いんだよ。僕の それからな、俺は人間だ。本当の希望はただの人間の中から出てくるものさ。だから俺は人間だ。ぼーっとしてちゃダメなのよ。俺がメイを信用してるってことさ。もう。しかしこいつら本命じゃないな。本気で戦うつもりがないみたい。あの城へ行かせないための時間稼ぎね。それに奴らも引き際みたいだな。伏せろ。ここで撤退するってことは、まさか。やはりか。ボロステーション、間に合わなかった。ここまで来て、目的も果たせず、光太郎とあの子も守れず、陰謀にいいようにされて、俺はそれでも騎士か。まだ終わってないのよ。しかしな、お前だってあれがなんだか。生きている限り終わりじゃないの。どんなに痛くて辛くても、明日は必ずお日様が昇る。そうだった、そうだったな。だから決して諦めてはいけないのよ。私たちは私たちのできることをやるの。そうだな、まだ終わりじゃない。行こう。うん、光太郎お兄ちゃんのところへ。